おはようございます。3月18日5時14分のドル円相場解説になります。まあ、今ねレンジに入ってますんで、ブレイクした時を狙う私の作戦だとちょっと待つことになりますかね。で、深夜なんですけども、私ちょっとね一回ブレイクしたと思ってエントリーしたところがあるんですよ。まあ、それがブレイクではなくて、またねレンジの方に引き戻されて、まあロスカットをちょっとね小一万ほど食らったんですけども、まあこういうことがありますんで、あまり焦らずにねブレイクしたのを確かめてエントリーしようかと思います。まあ、やっぱりこうやって小刻みにね、もしかしたらこれかもと思ってブレイクアウトを狙っていくことがあると思いますけども、十分引き付けたつもりなんですけども、まあブレイクアウトかなと思ったらまたレンジのね枠の中に引き戻されちゃうことってのはありますんでね、ここがちょっと難しいところですよね。じゃあちょっと画面を切り替えながらちょっとずつ解説していきます。はい、まずはデイリーです。デイリーに行きますね。まあお話したようにここが転換点になってずっと下がっていったのがですね、ぐーっと上がっていくことになりますけども、で垂直トレンドがこの辺にあって、ちょうどここに山のようにこうキャップのような形で上昇トレンドが止まったのかなってところですよね。で、しばらくレンジに入ったりなんだりしてこの右肩上がりをまあ再発動させると思うんですけども、どこでブレイクするかですよね。でブレイクも上方向だけではなくて下の方向に行くこともありえますんで、その辺も警戒して4時間の方を見ていきましょう。あれ開かないですね。ちょっと反応遅くなってるな。はい、ありがとうございます。でレンジのフェーズがですね、こういうふうに4時間では関わってます。108円の430から100円の335、1円ほどの幅があったらもうすでにレンジというよりもやっぱりこれはねレンジ内オプションで取っていかなくてはいけませんよね。具体的に言うと上に当たったら、セルでエントリーして、下にぶつかったらバイでエントリーして、両方取るような流れを持っていかなくてはなりません。ただ1時間で見るとこの辺だけなんですよね、反映されてるの。一気に幅がちっちゃくなりますのでちょっと取るのが難しくなります。でここはちょっとねブレイクしたと思ってエントリーをミスったところですよね。ついさっきです、つい 2,3 時間前。じゃあ1時間の方を見てみますね。ちょっと反応が悪いですね。ダイダロスをちょっとあれかな、手がつてるからかな。はい、この2つの黄色い間で、レンジが推移してるんですね。このぐらいの幅だと私はレンジオプションで取っていけるかどうかなと思いますね。30ピップス、40ピップスくらいしかありませんから、エントリーはなかなか難しいかなと思います。できるとすると頭にぶつかった時と下にぶつかった時に、まあ内側に向かってエントリーするってことですよね。内側に向かってエントリーですよ。そうすると上でも下でも取れると思いますけども、この形を私はあんまり得意としないんでですね、あんまりやらないんですよね。レンジダイオプションというのは私はやっぱり基本的にブレイクアウトなんですよ。で私がブレイクだと思ったのはここなんですよ。ここでエントリーしてあえなく大きなひげを出して内側に戻っていっちゃったんで、まあロスカットだったってことですかね。はい、まあ引き続きブレイクアウトを待ってしっかりと辛抱して待っていこうかと思います。場合によっては今週棒に振ってでもこれは待っていこうかと思いますよね。本日は以上でございます。ブレイクアウト狙いです。